格闘タクニュースゾウの雑白です。今回はライジンランドマーク8佐賀大会記者会見動画速報です。やはり前々から言われてましたが、アゼルバイジャン勢が来れなくなりました。特に我らの強川ことアゼルバイジャンのモフモフケラモフ選手が一応和解はしたものの出国できないとのことでした。これはライジンのアゼルバイジャン大会において、少し乱闘みたいになってしまって逮捕されたんですが、和解はしたということなんですが、ただ出国はできませんよという判断が当局から下されたことです。ですので逮捕されたケラモフ選手、ラギモフ選手は交流はされなかったらしいんですが、出国はできなく試合が変更になってしまいました。で、真島和正選手の相手はなんと今成正和選手になったのです。今成正和選手、これもともとやるとは言われてました大会ですので、上からの寝技 VS 足換対決ということで面白い対決にはなると思います。ただちょっととしたポテンシャルでいうとレベル差があるのかなとは思っています。で、今成選手は急遽声がかかりましたと、足つぼ最強トーナメントで優勝したからチャンスがもらったと思います、王者の名に恥じないように試合頑張りますということです。これは水曜のダウンタウンで足つぼ最強トーナメント優勝したからこそ、知名度も上がって声がかかったんじゃないかと言ってましたが、結構前から声がかかってきたそうです。万が一の時の備えてライジン側もサポートファイターを用意してたとのことでした。次にラギモフ VS 田中半蔵戦なんですけども、これもラギモフがダメになって、で階級は1個下ですけど、アラヒモヤニヤマニハ VS 田中半蔵に変わるという予定でした。ただ今度田中半蔵選手が怪我でふくらはぎの肉離れになってしまい、全治4週間で中止になったのです。これでもう中止の中止ということで試合自体がなくなってしまいました。ただあと2試合変更になりました。我らの女子格のイケメン浜坂彩香選手 VS クレイラ ロペスちゃん、この戦いも楽しみな戦いではありましたが、浜坂彩香選手が何か骨折したようで全治5ヶ月という結構な重大な結果になってしまって休場です。で、その代わり大島沙織ちゃんが出ることになりました。ただ49キロ級のスーパートム級ですので、ちょっと体格差が基本的にミニマム級みたいな大島沙織ちゃんですので、ちょっと厳しいかなっていうのはあります。で、1週間前に出場が決まりました浜崎選手の代わりにはなれませんが、私にとっては勝負ですので頑張っていきたいと思いますということで大島沙織ちゃんがコメントを残しました。そして4番目なんですけど、これはどうでもいいです。オープニングファイトのジムキックが変わったそうですてな感じです。で、最後にライジンの求人を広報と営業と映像制作で募集しているようです。僕は募集ですけど、応募はしませんが、もしどうしてもやってほしいっていうんであれば、ライジン側から声がかかれば広報とかもやってもいいのではないでしょう。また今日の7時に僕のチャンネルではないですが、某チャンネルで格闘家とコラボしてますので、ぜひそちらを10回ぐらい見てください。また今週日曜日ライブ配信ご覧ください。それではさよなら。